豊田産業技術記念館に行ってきました。この動画では全国の旅先の歴史、伝統、文化、情報、知識を発信していきます。チャンネル登録、通知をオンにしてご覧ください。豊田産業技術記念館はトヨタグループ発祥の地で、大正時代の工場を産業遺産として保存しながら、近代日本の発展を支えた繊維機械と現代を開拓し続ける自動車技術の変遷を本物の機械の動態展示や実演で体験できる博物館です。初代理事長である豊田英二が開館にあたって記したメッセージからご紹介します。豊かな社会づくりを目指すトヨタグループが、研究と創造の精神とものづくりの大切さを次の世代を担う若い人々をはじめ広く社会にお伝えし、内外の経済社会の健全な発展に役立てていただくことを目的に設立したものであります。入り口を入ってすぐのところには巨大な食器がそびえます。研究と創造のシンボルとしてエントランスに飾られる食器は、1906年に開発された環状食器。立体的に布を織ることができる独創的な技術によって誕生したものです。現在でも実際に稼働をし、途中に縫い目のない輪っか状の布を織ることができます。運動の理想である回転円運動により布を織り上げるという画期的な食器で、夢の食器と評価され、世界19カ国で特許を取得しました。欧米の模倣が精一杯だった時代に、豊田佐吉は日本人の技術力や科学力の可能性をこれによって世界に示したのです。展示機は1924年に製作後、長時間テストされた現存する唯一の完成機です。豊田産業技術記念館は2つのゾーンに分かれており、まずは繊維機械館から入場をしていきます。トヨタ食器から栄えたトヨタの歴史に触れることができます。入り口には綿の花をかたどった造花が飾られています。前回の動画でご紹介したブラザーミュージアムと同様、実物展示がなされており、その規模はさらに広大なものとなっています。麦わら帽子製造用缶縫いミシンもすぐ近くで見学することができます。施設は大正時代に建てられた紡織工場で、柱や梁、赤レンガをそのまま使用。歴史を感じる、とても趣のある建物でした。鉄麦の実演も行っており、生糸を作る工程を見学させていただくことができます。
これまでの防食の工程や実際の工場での労働環境がわかるようマネキン人形を使って工夫された展示がなされています。いくつかの機械が実際に動いており、館内には大きな音が響いていました。Thank you.
この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いいたします。